こんにちは。オーストラリアアマゾン輸出サポート、堀秀夫です。今日は、実店舗行ってね、この商品オーストラリアアマゾンで売れてるかなと、カタログチェックするときの注意点なんですけど、アマゾンショッピングアプリ、ね、オーストラリアにも対応してるんですが、ランキングの表示がなくなりました。でね、ランキングがないから、売れてないのかなと思うとね、普通にブラウザでオーストラリアアマゾンのページで商品探すと、ちゃんとランキングがあると。でアプリだとね、ランキングなくても売れてなくてもアメリカアマゾンの、商品、レビューを引っ張ってきたりでね、すごいややこしい、混乱します。アメリカアマゾンで売れてるものがね、あたかもオーストラリアで売れてるように見えちゃうんで、アプリは使わない方がいいです。すごい紛らわしかったですね。ですので、ブラウザに amazon.com.au と打ち込んで、普通にブラウザね、Google Chrome とかタブレット、あるいは iPhone に Google Chrome とかね、Safari とか入ってると思うんで、それに amazon.com.au と、入力して、パソコンと同じ画面で、ね、この商品探しをしてください。アプリを使うとランキングがチェックできない。ランキングがチェックできないと、ね、そのランキングがあるからこそ売れてるってわかる。で、またね、値段が適正なら売れる商品でも、カタログがダメだと売れない。で、カタログがダメじゃないから売れてランキングついてると。いろんな様々な理由でね、ランキングの有無のチェックは重要なんで、これはもう必須なんで、ショッピングアプリじゃなくて、普通にブラウザで、amazon.com.au で、商品探しをしてください。ブラウジングは多分 iPhone とかタブレットでしたことある方が大部分だと思うんですけど、もしやり方わかんないと、この画面でいいですかという自信がなければね、また画面キャプチャーを送っていただいてご相談ください。そんなわけで、実店舗での商品探しは Amazon アプリを使わず、ね、ブラウザで amazon.com.au を表示して商品チェックをしてください。以上、堀秀夫でした。